皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田祐介です。淡路島に来ております。今日はあの僕が経営しているライスミールスフォータン中華粥の出店の様子をお届けしたいと思います。何度か発芽してるんですけど、いつも中途半端になってしまっているので、今回はきっちりとお届けしたいと思います。コールマンの2バーナーなんですけど、ポンプでね、加圧しないとこ火がつかないやつなんですけど、全然加圧されないです。やばいっす。お粥が温めれないっす。一応保険に IH あるんで、なんとかなるかな。準備頑張りましょう。準備できました。ちらほらお客さんも来てますよ。感染症対策で、ビニールシートつけてます。中華粥ですね。出店の時は鶏かさば、米粉のパンケーキミックス、米粉のマフィン売ってます。そしてペイペイも対応しております。じゃあ売りまくりますよ。ビーフストロガノフです。ロシア料理のお店が出たので買いました、出店はね、こういうよそのお店のご飯を食べるのが醍醐味の一つですね。蒸し鶏弁当です。玉ねぎドレッシング、Facebook で YouTube キッチンのステッカーをプレゼントしますっていう告知してたんですけど、 Facebook じゃない、 Instagram かってやってたんですけど、なんとね、問い合わせがありました。お父さんと子供かな、お母さんに頼まれてステッカーくださいみたいな感じでね、視聴者の方がね、出店先まで来てくれました。これは大きな一歩ですね。こういった取り組みをね、どんどん YouTube でも仕掛けていきたいと思いますので、これこれいっぱいあるよ。今3時ちょっと過ぎたところですけど、今日のね出店は以上となります。売上的にはお粥は多分50杯ぐらい、マフィンは20個ぐらい売れたかな。チャンネル登録と高評価、そしてコメント欄の方にも書き込みよろしくお願いいたします。集合写真を撮るそうです。ありがとうございます。これ使っていいですか？